どうもかけるです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。今日はねちょっと久しぶりにこんな感じで家で声を出して撮影をしてるんですけど、まあちょっと最近字幕だけの動画だったりしたこともあってね、少しまたなんか緊張してるんですけど、今日はね家で撮っていこうかなと思います。で今日は何をやるかというと、植物の植え替えをやっていきたいと思います。というのも先日ツイッターで写真を載せたんですけど、最近一つ植物をお迎えしました。でそれがじゃん、こちらですね。こちらがですねギムノカリキウムの、ミハノビッチバリエガータという名前なんですけど、まあよく見るなんかヒボタンニシキみたいな感じですかね。あんまり品種のこと詳しくないんで、ちょっとわからないんですけど、こういうね見た目のかっこいい奇抜なサボテンをずっと探していて、これがねホームセンターでちょっと安く売ってるっていうのを小耳に挟んで、行ってきてお迎えしてきました。で何個か売ってたんですけど、その中でもこれをね選んできたわけなんですけど、なんていうかな、こう上から見た時にこうねいい感じに赤い、まあこれは麩なんですかね、こうね赤い色が入っていて、でねトゲもしっかり全部綺麗に伸びてるのを選んで買ってみました。これまだ売られていた時の状態なんですけど、今日はねこれを植え替えしようかなと思います。で使う鉢がこちらですね。ちょっとだけ大きくしたんですけど、まあ、なんかサボテンなんでそんなに大きい鉢に植えなくていいかなと思って、こんな感じでね植えていこうかなと思います。で使う用土なんですけど、こちら、いつかに多分ねこれもホームセンターで買ったやつかな、多肉サボテン用土っていうのがねまだいっぱいあったので、これをね使っちゃおうかなと思います。まあ中身はよくある培養土だと思うんですけど、まあサボテンのことよくわからないんで、これをね使っちゃおうかなと思います。はい、というわけで今日はちょっとねただの植え替えの動画で、地味な動画だと思うんですけど、よかったら最後までお付き合いください。はい、じゃあねもう早速やっていこうかなと思います。で植え替えする前にちょっとね最近お迎えしたものがありまして、こちらなんですよね。最近よく SNS で見かけるこちらですね、怪獣プラントさんの園芸マット。これねAmazon で少し安くなってたのを見て、僕もね買わせていただきました。で最近植え替えでは結構なんか100均とかのトレーを大体使ってるんですけど、まあ、ちょっとねそろそろこういうちゃんとしたものを使ってみようかなと思って購入させていただきました。この恐竜のねロゴが可愛くていいですよね。でこれ普通に使わない時はこう畳んでおけるんですけど、使う時はこの四隅についてるこのねボタンっていうんですか、これをパチッとくっつけて、こんな感じで使うみたいです。これだとね室内園芸の方はすごいいいんじゃないかなと思います。使ったらね簡単にこう拭いてまたね綺麗にできそうなので、これはねすごいいいなと思います。でこれ2枚入ってて、これが小さい方なんですけど、これとねもうちょっと大きいのがついて、セットで売られていました。一応概要欄にリンクを貼っておきますので、気になった方ぜひ見てみてください。はい、それでは植え替えやっていきたいと思います。まあこういうマットは用意してるんですけど、基本的にあんまり汚すのが好きじゃないので、これにね土は入れていきたいと思います。そう、こういうところ A 型なんですよね。今日は8月の12日土曜日なんですけど、で今夜の8時半ですね、撮影をしてるんですけど、世間では3連休ですよね。皆様いかがお過ごしでしょうか。僕は今娘が生まれて育児休暇中なので、まあ連休も何もないんですけど、まあ毎日家事と育児をしつつ、こうやってね園芸を楽しんでおります。
なかなか今ね7月8月でたくさん園芸イベントが行われていますが、まあ、ちょっと最近はねそんな全部には参加してないんですけど、まあ、ちょっと行けるものはね少し行って楽しめればなと思っているところです。でちょうど昨日は11日の金曜日で島村園芸さんで行われている、QS プランツさんのなんか開墾祭りみたいなやつにちょっとね顔出してきたんですけど、もうね朝からすごいたくさんの開墾好きが集まってたみたいで、僕が行ったのは午後の、まあ、ちょっと遅めの時間だったんですけど、その時もねだいぶたくさんお客さん来てましたね。でそんな中で結構滞在時間1時間ぐらいだったんですけど、3人ぐらいの方にいつも見てますって声をかけていただくことができました。あんまりああいう機会がないのですごいねびっくりしちゃって、なんかフリーズしちゃった場面もあったんですけど、すいません声かけていただいたのに申し訳なかったです。ちょっとね急に声かけられるとびっくりして固まっちゃうんですよね。でもとても嬉しかったです。ありがとうございました。ちょっとね島村園芸さんで声かけられることって今までなかったので、ちょっとね驚いてしまって、本当はね名刺とかステッカー持ってたのでお渡しすればよかったんですけどね、なんかそこまで頭回んなくって申し訳なかったです。基本的にいつも持ち歩いてるのでね、次からはちゃんとお渡ししたいなと思っております。という感じで今8から抜きました。こんな感じです。サボテンの根っこってこんな感じなんですかね。あんまり長くないんですけど、まあ元気そうなんでこのまま植えていきます。でこの鉢もともと穴が開いてなかったんですけど、自分でこうやってね穴を開けときました。でこの鉢底ネットを入れて、ぴったりこれで植えていきます。でこれ絶対用土がこぼれそうなんで、ちょっと今ね鉢底石持ってきました。ちょうどさっきね動画が公開されてたんですけど、あの日の園芸の陽介さんが単独でイベント開催をするというね動画を見させていただきました。陽介さんイベント開催おめでとうございます。イベントは来月の9月9日ということで、僕もね行けたら行こうかなと思うんですけど、なんかなんせチケットがなんか4部制で、1部2部がハビタットのワークショップで8名ずつで、3部4部が販売交流会で20名ずつって言ってたかな。なんかだいぶ定員少ないんじゃないかなって思ったんですけど、まあね行けなくてもフリー枠で僕は遊びに行きたいなと思います。サボテンの植え替えって多分素手でやんない方がいいですよね。当たり前ですけどね、でもイベントの主催でしかも単独ってすごいなって思いましたね。僕には真似できませんけど、僕が単独でやったところでね人が何人来るかって話ですよ僕はねちょっとイベント以前やるやるって言ってたんですけど、まあ、ちょっとねいろいろ事情があってちょっと主催っていうのは難しくなってしまったので、まあ、前みたいな美学横丁みたいな感じでちょっとね参加させていただく側で、まあ今のところは十分かなと思っています。というのもね今子供が生まれた関係があって、なかなかねその辺にちょっと時間割くのが難しくなっちゃったので、ちょっとね最近はおとなしくしているつもりなんですけど、まあ、またねちょっと落ち着いたらその辺も考えたいなと思います。そんなこと言ってる間に結構ね植えているんですけど、でね、最近ちょっと植物植えてて思ったんですけど、なかなか真ん中にね植えるのができないなと思ってて、なんかね適当になっちゃってるのかなって思ったんで、今回はねちょっとちゃんと真上から見て真ん中にね植えてやろうと思います。最近なんかね微妙に曲がってるのが多いんですよね。ビカクシダの板付けとかやっても結構なんか板付け終わったっつって見てみたらなんか微妙に曲がってたりとかこういうね鉢植えだったら別に多少ずれてても別に問題ないんですけど、ビカクシダってやっぱ成長点上に向けたいじゃないですか。だからねなんか完成してから気づいてもういいやってなっちゃうんですけど、よくないですよね。最後に藤砂を引こうかなと思います。なんかね一時期この藤砂にやっぱハマってて全部ね黒にしてたんですけど、なんかね一旦ちょっと面倒くさくなっちゃった時期があって、藤砂使ってない時もあったんですけど、
やっぱりね、また最近使うようになりました。あと趣味家さんが動画で上げてたと思うんですけど、富士砂じゃなくて瓦のやつ、あれもね僕インスタで見てて、ショップさんは知ってるんですけど、あの瓦いいですよね。なんか色味がやっぱこの富士砂とは若干違うので、こうインテリア性があるというか、富士砂もねいいんですけど、ちょっと土と混ざると若干色味が変わっちゃうので、なんかねそれがちょっとあれかなっていうところはあるんですけど、まあ僕は今富士砂ちょっといただいていっぱいあるので、これをねいっぱい使いたいなと思います。アガベとかの用土にもこの富士砂の小粒混ぜて使ってるんですけど、やっぱね混ぜた方がなんとなく生育はいいんじゃないかなって今思ってるところです。僕はあの日の園芸の陽介さんとか、あと趣味バカ日記の健生さんみたいに、ちょっとね用土作りましたみたいな動画はねちょっと僕にはできないんですけどあんなにね考えて僕園芸やってるわけじゃないので、もうほんとただ自分の趣味としてやってるだけなので、そこまでね真剣に考えてないんですよ実は。結構ねこれどうやって育ててますかとか、どんな管理ですかみたいに聞かれることはあるんですけどね、結構適当なんですよね、 A 型のくせにね、その辺適当なんですよ。まあでもあんまり考えすぎないのもそれはそれで良かったりするんですかね、わかんないですけど、まあ自分が楽しくできてればいいんじゃないですかね園芸って。よし、完成しました。こんな感じです。だいぶいいんじゃないでしょうか。真ん中に植えられたかっていうとちょっと微妙な感じはするんですけど、まあこの辺はご愛嬌ということで、はい、無事に植え替えられました。やっぱ黒い鉢に富士砂はいいですね。このサボテンの色味とも相まってめちゃめちゃかっこよくなりました。はい、というわけで植え替えが終わりました。まあちょっと何でもないただの植え替えの動画になっちゃったんですけど、いろいろねなんか最近あんまり声出して撮影できてなかったので、いろいろねなんか独り言喋ってましたけど、いろんな YouTuber さんの名前出しちゃってすいませんだいぶいい感じに植え替えられました。はい、というわけで今日の動画は、ただのサボテンの植え替え動画でした。最後までご視聴いただいた方ありがとうございました。とまあこのチャンネルでは、まあ、植物の成長記録とか、まあ、あとイベント園芸店に行った時の、まあ、レポートの動画などを、ゆるーくね紹介していますので、よかったらチャンネル登録と高評価とコメントお願いいたします。はい、というわけで今日の動画は以上になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。